さあ、始まりました。おじいちゃんです。さあ、今回は平田哲也、どうも、早稲田合格塾代表の平です。森田先生、はい、2023-24 シーズンのね、大学受験もお疲れ様でございました。そうですね。いやー、我々も毎年よう頑張っておりますよ。まだ後期の人たちいるかもしれないけど、はい。もう後期はないみたいなもんやろ。後期っていうのはいい機会ってこと？まあ、いいっすね。さすが、グッドチャンスですよ。ね。今回、早稲田入試をちょっと扱ってみようと思うんですけれども、我々のチャンネル、まあもうね、はい、俺の熱い気持ちを汲んでくれ。はい。ね、で、我々のチャンネル、ユーテラとかもそうですけど、もう早慶志望者多いんですよね、はい、もうこの世には早慶志望者しかいないんじゃないかぐらいの相談が来たりするわけなんですけれども、早慶を志望する人と早慶で志望する人のね、そうそうですね、2025年から早稲田入試ね、大きくいろいろ変化があるんですよ、はい、そうですね、で、それに伴って、受験生の異動が起こるんじゃないかと、2025年ね、20年に一度のチャンスの年になる学部が複数あるので、それをちょっとね、今回ね、含めて、こう、2025年、早稲田入試、こうなっていくだろう、こういうとこに狙い目をつけてごらんみたいな話を、まあ、どうせ見てる人も少ない、森鉄イングリッシュチャンネルなんでね、まあ、ちょっと言ってみようかなと。そんな、橋本環奈みたいな、うん、何年に一度みたいな。今日は俺の授業、逃がさないかんな。僕あの小論文の動画ね、サブチャンネルで出したんですけど、まあね、平さんの言うこと聞かないでみんな受験会場行ってね、頼むよって思って激沈しまくってましたよ、うん、本当に言うこと聞いてくれるとある程度勝てるように仕込んでね、やっていきますんで、そうそう、だからこういう小論文書いちゃいけないって動画内で言ってる答えがバーって連発して、さようならっていう感じで、今日話す話なんか、僕が自分の和製号でガチンコでこう生徒に対して戦略を落とし込んで、でそこに向けてスケジュール感とか何やるかとか、そういうものを全部こう打ち込んでいって戦術コンサルしていく内容の一部にもなってくるので、結構まあうちの生徒のためにも作るような動画になるから、結構クオリティ考えてね、あの話すことを考えてきたんで、ぜひ最後までお付き合いください。本日4点伝えたいことがあります。まず第1点目ですね、来年早稲田の小文文工教育人科、この5つやや競争が熾烈になります。ああ、そうなん、やや競争が熾烈になると僕は踏んでます、うん、これなんでかっていうとね、早稲田で最も受験者が多いところってどこかなーってふって頭に浮かべたときに、教育なんかね、ただ教育の場合学科が結構分かれるんでね、うん、やっぱり小とか社学とかって昔から多いイメージがあると思うんですよね。ただその社学が来年から入試が変革するんですね。はい、そうですね、うん、社学は現段階では英国選択科目の3科目で50、40、40の130点満点、うん、それが来年からは共通テスト40点 ×3 科目で120点満点、そして2月入試が英語60点、総合問題オア数学が60点なんです。つまりこういう形になるんで240点満点の戦いになって、で科目がガラッと変わるんですよね。で結構受験生ってさ、慶応とかもそうだけどさ、小論文があるからみたいな感じで避けちゃうというかね、っていうところもあるんで、総合問題なんてみたいな感じにされると結構避けたがる受験生がまあまあ出てくる可能性っていうのはあるだろうなというふうに考えると、じゃあそういった社学を受けなくなった層がどこに分かれていくかって考えると、うん、第一に上がるのが小だったりとか、 ね、でもそもそも小学部受けるなやつっていうのはもう小社とかで受けたりとかするラインが多いからってなってくると、それ以外とかで人科に流れていったりとか、だから小人科とかね、あるいは小教育人科だったりとか、文文工教育社学みたいなので受けてた人たちが小文文工教育みたいな感じで受けたりとか、うん、っていう風にこの中で回転が社学の椅子がバッテンがついたことによって、別の学部を受けようっていうところでやっぱ数受けたい人ってまあまあいるんで、この理屈があるとやっぱこうちょっと競争が熾烈になる可能性が高いかなと踏んでるんですよね。小文文工教育人科、このあたりはややちょっとこう注意が必要かなということ、なるほど、これが1点目です。2番目、逆張りです。来年社学入試20年に一度の狙い目になります。うん、変革が起こった年っていうのはこれね、結構受かりやすくなったりするんですよ、うん、人が避けるし、でそれでいて、まあ、指導者とかもね、対策がなかなかしてあげられない、受験生本人も対策がなかなかできないってことを考えると、やっぱり差がつきやすいと。さらに社学の今までの一番合格を難しくしてた競争の熾烈さっていうのがあるんですけど、これまではだから130点満点の中に1万人弱ぐらいが占めてたんですよ。でどんなバカでも50点ぐらい取ります、社学って。でどんな天才でも110点ぐらいまでしか取れません。この60点ぐらいの枠の中に実質1万人弱がひしめいたってなると、1点に行って何人おんのみたいな話なんですよ、っていうような状況だったのが240点満点になります。共通テスト120、2月入試120と、要は枠が広がること
ことによって受験生の差がつくようになってくるんですよね、うん、ね。でそう考えると競争が緩和されます。点数の幅が増えるとどうやっても競争ってある程度緩和されてくるんで、うんうん、だから人数は減るわ、点数枠は増えるわっていうところがあるので、これもねやっぱりこう差がつきやすいってなってくるとね、力がある人が力のままに受かりやすくなるんですよ。なるほど、うん、なのでこの2点において非常にこう社学は条件も重なり、かつこう変革の1年目でもあるっていう、このね大原則があるんで、過去の早稲田のいろんな学部の入試を遡っても、だからまあ20年に一度の狙い目です、本当に社学は、うん、で全くほぼ全く同じ理屈で早稲田スポカも来年20年に一度の狙いどころな年になります。和子の後輩、うん、そう、今年の和子よりもぐっと合格のハードルが僕は下がると見てます。で社学のね総合問題のサンプルおよびスポカの総合問題のサンプル僕見てきたんですけど、これ総合問題に関してはまたねちょっと動画とか撮ろうと思うんですけど、後日ね、めっちゃおもろいっす。大学入試の勉強っていうと修行僧みたいにゴリ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 頑張らないとみたいなところがあるんですけど、今の総合問題ってね本当にねひねられたクイズみたいな感覚なんですよ、うん、なるほど。だから入試みたいなものをクイズ感覚で楽しめるような人だと本当ね楽しくてね机から離れられなくなりますそうな、うん、マジで面白いです。だからそういったところをちょっとこう僕まあ自分のねこうユーテラなんかでも表現していけないかなとかとも思ってるんで、結構いろんなところで総合問題の面白さをね伝えていきたいなというふうに、なるほど、思っております。本当に面白いからね、うん、そして第3点目、商学部がやや狙いやすくなります。おお、そうなん。さっきの一つ目とちょっと矛盾するんですけど、これねどっちに取るべきかってこと考えたんだけど、商学部、まあ、やや競争が熾烈になる可能性もあります、うん、だけどそもそも社学受ける人たちって商学部もそもそも受けてたでしょみたいなところはあるから、だから僕はどっちかというと商学部がやや狙い目になる方にベットしてるんですよ、可能性を。でこれどういうことかっていうと、俺なんかさ去年の森哲くんとの動画でも撮ってるんですけど、こんな入試やめてまいみたいなこと言ってるわけですよ。商学部のさ4技能試験、通常入試の方が受かりやすくなっちゃってるというか、みんなアド取りたくて4技能を利用型を取るのに意味ないじゃんみたいなところがあったりとか、まあそんな話したんだけど、やっぱね早稲田って本当に可愛い。やってみて意味ないと思ったらすぐ辞めるんですよね、はいはい、そうです。来年2025年からまだね取り入れて3年ぐらいしか経ってないこの入試スタイルなくなります、はいはい、4技能試験利用型入試、なくなります。でなくなった枠がどこに行くかっていうと、地歴公民型の入試の募集枠が増えます。早稲田ってね募集枠が減らされても実際に取られる人数が減るかどうかっていうのは別問題なんですよ、うん、だけど募集枠が増やされたらほぼ 100% 取ってくれる人数も増えます。なるほど、うん、だから合格ラインのハードルが僕は商学部は下がる可能性が高いと見てるから、うん、募集でね35人増えるんですよ、はいはい、うん、これまでが355人だったのが390人増えるんですよ。募集が35増えるとね実際に取ってくれる人数って100とかじゃ効かないです。まだ増えると思うんで、だから本当にね期待していいと思うから商学部狙ってみていただきたいなと思います。そのためには商学部は英語が一番ね差がつくから、マジで平均点見ても英語がめっちゃ差つくんで、だから森田先生の授業を受けにうちの塾へいらしてください。はい、そう、あと我々の指導とかね YouTube チャンネルとかで発信するね情報とかを得て、他の受験生よりも頭1個2個3個上のねところでね商学部をね勝っていっていただけたらと思っております。ほんと情報戦ですから。でこの動画では全部出してないんで、和子、うん、とかも相当情報を入れていってたんでね、和子、うん、とかにはだって僕ね動画の裏とかでもちょこ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 あれこれ言ってますからね。そして4つ目、文文校の競争が微妙微妙難しいんだよね。今までさ、まあ僕なんかはこのチャンネルでね散々こき下ろしてきましたよ、はいはい、文学文校この4技能意味ねえみたいなね、やっぱ言い過ぎると良くないかもしれないですねまあそれで多分変えたってことじゃないですよ多分ね、うん、だけど4技能枠が拡大されます。おお、なるほど、うん、これまで募集が4技能枠文化構想学部70人だったのが110人に増えます、うん、文学部募集枠が50人だったのが85人に増えます、うん、募集が増えてきたらまず間違いなくこっちはまあ合格者を増やしてくるだろうなと。ただね商学部のさっきのと違って文文校は併願受験が可能です。なるほど、うん、でそれは引き続きらしくって、でね4技能の枠が拡大するだけだったらね話はいいんだけど、一
般選抜通常型の方の枠がちょっと縮まるんすよね。文工が370から330で、文学部が340から260に減ります。通常入試だけの数字が減りますよみたいなことだったら、もう早稲田は実際の合格者数嘘ばっかりつくからあんまり気にしないんだけど、4技能枠が増やされてる上でっていう条件が入ってくるんで、ちょっと読めないなってところはあったりして、これだけ募集が増えると本当にいよいよ、まあ今までね、僕がいや4技能枠の方が不利だから、4技能枠の方が不利だからって言ってきたんだけど、本当に分かんないから、だから何が言いたいかっていうと、今まで以上に大事になってくるのがどちらでも出しとけってこと。なるほど、英検受けろってことですね。そうそう、これだけ増えたら結構取ってくれる人数も増える可能性高いん で最近受験生結構ケチだから、どちらかにしようみたいな感じでやっぱなりがちなんで、どちらでも出す人グッと減ってます最近。まあ来年は本当に読めないから、どっちでもで出しておいた方が絶対いいです。これね、英検みんなが受けてくれればさ、英検に要約問題あるからクソ難しい一文要約消えてくれりゃ、いいっすね。だいぶ難しくなった。あ、そうなんだ、うん、この文文工教育がグワーンと上がって、人価がガーンと下がってる感じですね、英語に関してはね、ぜひね、トレーニングされたい方、早稲田合格塾へいらしてください。こんなところでございます。はい、ありがとうございました。 Thank you for watching. Thank you for watching.